コナエビバリー、皆さんこんにちは、ふみきとえりかです。今日はですね、ちょっとコストコに行きたいと思います。で、買ってきた商品を、まあ、どんなものを買ったとかね、説明して、紹介できたらいいかなと思います。ではコストコに行ってみましょう。 A few moments later. はい、じゃあコストコから帰ってきたので、今日買ってきたものをね、紹介していきたいと思います。レシートどこにあった？カバンの中。あ、まあ、金額はだいたい最後に発表したいと思います。じゃあまず何を紹介していこうか。あ、今日の 目玉商品からいきましょうか。いきなりいきなりね、いきなり。あ、ちょっと待ってね、ちょっとあれですけど、こちら、じゃんじゃん、立てれるかな。じゃんじゃん、こう見えたかな。まあこれなんですけどね、なんでケーキかっていうとね、エリちゃんのね誕生日が近くて、13日誕生日なんですよ。っていうのもありまして、でチャンネル開設の記念として、まあ、ちょうどケーキがあったので、このビッグサイズのねケーキがあったので買ってみました。名前載ってるな。2380円、まあ、約2400円ぐらいですね。まあこのサイズにしては安いんではないでしょうか。まあ、あとで美味しくいただいていきたいと思います。まあ、食べきれなかったら、まあ、友達にねあげていきたいと思います。で、次はこれいこうか。じゃじゃんじゃじゃん、ティラミス。これちょっとね、みんな知ってると思うけど、コストコのティラミスってこれぐらいでかいやつあるよね。あれ買ったことあるんだけど、なんか食べきれへんよな。無理や、あ、ちょっと無理、消費期限以内に食べきるのが無理なんで、で、ちょっとちょうどいいサイズないかなと思って、で、探したらこんなのがありました。これ非常にいいですね。6個入りで値段は1000円。まあいいや、まあとりあえずそんな高くない。うん、ティラミス美味しいよ ね、 からね。で、次行きましょう。次は、あ、こっち行くか。じゃじゃーん、みんな好きやろこれ。ちょっと見せ方悪かった。あー、無理無理無理。ちょっとタルトじゃない、何、パステルデナタ。まあ何でもいいんだけど、まあとりあえずこれ美味しくて、プリンみたいなパイ。まあ1回食べ出したら4つぐらいで、ね、食べてしまうっていうね。太る原因ですね。みんな気をつけてください。非常に美味しいですね。これはまあ800円ぐらいでね。800円ぐらいで 何個入ってるの ?12 個ぐらい入って、16個入ってます。で、次は、チェリー。チェリーやな。チェリー。まあ、減ってますけど。車の中で我慢できなくて食べてしまいました。チェリー。ちなみにで、先のケーキなんですけどね、先見せたケーキね、ここにあるんだけど、まあ、結構蓋についてると思うんだけど、まあ、汚いと思った方は申し訳ないんだけど、俺がミスって肘ついた時にそのくっついちゃったからすいません、申し訳ないです。で、次はこれ、まあ、食べ物系からいきますね。これもうサラダ、これ買ったことないんだけど、まあ、フランスパンの焼いたやつとハムかな、ハムのちょっとデカめ、ベーコンのデカめのやつが入ってるサラダですね。ドレッシングもしっかりついてて、まあ後でちょっと食べていきたいと思います。まあこれは置いときますね。1000円ぐらいですね。非常にいいと思います。で、メキシカンロールみたいなやつですね。これは何、2、3回か買ったことあるよね。1回かな。これ美味しいんでもう一回買ってみました。これも後で食べていきたいと思います。で、次はじゃん、あ、チキン。これ私が大好きなこのチキンですね。ちょっと辛いのかなと思ったらそんなこともなく、普通に美味しくいただきます。ただちょっと食べるのがめんどくさいってだけですねで、コストコって言ったらみんな丸ごとチキン、じゃあ俺らは買ってないんだけど、まあ、親が、家族が買ったんだけど、丸ごとチキンが有名やと思うけど、それ俺あんまなんか食べてたらすぐ飽きちゃうから、もうこういうちっちゃい方がかじれてすごく食べやすい、食べにくいけどなんか
気持ち的にそんな辛くないのかな。で、次はじゃん、これ、ほら、これ私のお菓子、ピーナッツ、ピーナッツ、アーモンド、アーモンドですごめんなさい、アーモンドです。このアーモンドね、まあ実況、まあ違うチャンネルやってんだけど、まあ、ジオムチャンネルやってんだけど、それの配信でね、食べながら食べよし次は食べ物系、じゃん、じゃん、これバカでかいよね。これ 2,3 回買ってるんだけど、これはもうエリちゃんがね、仕事でまあちょっとお菓子を持っていくことがあってね、夜勤の、ね、夜勤のお菓子ですね。でそれでよく2回目かな、これを買うの。2回目、まあ、非常になんか美味しくて、あの中身がなんか小袋分けされてるから非常に使いやすいなんかめっちゃ片言になった、滑舌悪いから。さっきこっち行こうか。こっちはまあなんか何これ、柔軟剤、柔軟剤です。ダウン、まあ見ての通り柔軟剤です。以上でした。今までは液体やったけどねそう液体やったけどね、あのこっちを使ってみようか。ここで液体ってさ、みんなやっぱどうしてもさ、こぼれたらさ掃除大変やったりするやんか。やっぱこっちの方がこぼれてもまあ掃除楽やし、まあ使いやすかったらこれからちょっとこれ使っていこうかなと思ってるな。マジでビーズで、次は靴下、じゃん、まあとりあえず紹介して、靴下うん、こやつの靴下以上です。次はで、このライトは私の家の、うん、実況部屋、実況スペースのところのちょっとなんていうの、ベッドが横にあるんだけど、やっぱりエリカが寝たりするから、まあ寝てる間でもその俺のスペース、その実況スペースだけでも明るくできたらなと思って分かりました。まあなんか使い勝手良さそうな感じ、まあ使ってないから分かんないけど。で最後は、ね、最後はまあこれちょっとこういうやつ欲しかったんだけど、ね、普通に USB もさせて普通のやつコンセントとして使えて、でここ動かせるんだけど、こうくる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 回せるんだけど、すごく使いやすそうやったら買ってみました。以上でございます。じゃあこの後は実食編へどうぞ。 One eternity later。 はい、じゃあ食べていきたいと思います。で、あんた、はい、映らないと何しようはいはいはい、じゃあメキシカンサラダファファファ食べていきたいと思います。こちらです。一口ぐらいかな。で他のは食べようかなと思ったけど、なんかめんどくさいから一つにしますね今回は。めんどくさいから、まあ多分コストコ結構買い物行くから、これはシリーズみたいな感じでやっていこうかなと思います。でこれいただきます。肉だけもらおうかな。ついてー落ちた。オンマイか。ごめんなさい。あ、普通にうまい。普通にうまいって言葉はないけど、うまい。なんかね、ソースがまろやかな感じ。ごま系の甘いやつ。ちょっと甘いかな。これ、唐揚げが好きなんだけど。はい、食べて。食べさせてあげようか。いや、いいです、いいです。美味しいやん。うん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 、美味しい、うん、まあ、ということでな、美味しかったってことで、皆さんもぜひ買ってみて、コストコ行った時にぜひ買ってみてください。じゃあ今回はね、ここら辺でこの後これを続けて食べていきたいと思いますので、じゃあ皆さんはここで See you next time! Bye! Bye!